夫が最近会社の人たちから○○の広域、かっこ営業所の場所と陰で呼ばれて面倒くさがられているようです。言ってることは間違ってないし、理不尽な人を論破できる点もありがたがられていて、なんだかんだ面倒くさい案件を押し付けられていてというように使っている感じがします。私は今後何らかしらのハラスメントで訴えられたり問題が起きてしまわないか不安です。本人に何と言えば最大限気をつけようと思っているのでしょうか。別に本人はでもなんか良いように使われてるけど、本人的にはなんかその案件が来たりして気にしてないんだったら何の問題もないんじゃないですか。いや、なんかその本人が何々の広域と呼ばれるのが嫌だというのであれば、それは良くないよねって話だと思うんですけど、別に本人それで困ってなくて、で、会社の中でもなんか、めんどくさいクライアントこいつに任せようぜっていうんでポジションが取れてるんだったら別に何の問題もないと思いますけどね。いや、何々のひげおやじとか呼ばれてるんだったらちょっと人生詰んでると思いますけど。皆さん、チャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるから、クリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。